いつからだろう。部屋のカーテンすら開けなくなったのは。鳴り響く雨音は、まるで彼女の心の中を表すようだ。平凡に始まった高校生活。たまたま席が隣だった男の子に声をかけられる。話の内容はお笑いの話が多めだが、彼が昨夜見た YouTube の内容によって話題は変わる。流れで LINE を交換した。初 LINE はなかなかのタイミングで来た。この日から学校以外でもたくさん話をした。たわいもないライン、どうでもよさそうでどうでもよくない話を毎日たくさん何通も何通もした。いつしか彼との LINE は日課になっていた。そんなある夜、いつもとどこか様子が違う彼、私の謎の緊張も一気に加速した。これはなんだ？どうしたんだ？急な展開すぎて冷静さが欠ける。この流れはまさか、どう考えてもデートってやつ。いても立ってもいられない。 YouTube の恋愛動画によると、初デートに短いスカートは NG らしい。飛び出しそうな心臓を抑えながら、平然を装い彼の待つ場所へ。まず最初に思ったこと、彼の私服がイケてた。そしてこの後、大事であろう話が始まる。もうこれ以上のドキドキは死んでしまう。胸が苦しい。苦しいというより痛い。痛すぎる。なんだこの感情は。何なんだ。
泣く前に思わず笑った。笑ったけどすぐに泣いた。